5月24日、2024年元 GP 第6戦カタルーニャ GP 元 GP クラス初日のセッションがスペインのカタロニアサーキットで行われた。中上隆、明、LCR ホンダデミツはプラクティスを20番手で終えている。苦戦が続くホンダ勢だが、今大会はステファンブラドルがワイルドカード参戦している。また、 ヨハンザルコと共にマシンを少しアップデートしているようだ。中上は午前のフリー走行1回目に、ほとんどのライダーと同じくフロントにソフトタイヤ、リアにミディアムタイヤを履いて中盤勢につける。3度のコースインで同じタイヤの組み合わせを使い、1度目の走行で1分40秒838、2度目の走行で1分40秒692をマーク。 三度目の走行は1分41秒台でレースペースをつかんだ。その結果20番手となった。午後のプラクティスではミディアムソフト勢がタイムを出す中中上は前後ともにミディアムタイヤを選択して1分40秒705を記録。二度の走行後にミディアムソフトに変更すると1分40秒028まで伸ばしたが、 4度目と5度目のコースインではタイムを更新できずに初日を20番手で終えた。レースペースの改善に臨んだため、初日のホンダ勢は19から22番手と最後尾を締めたが、2日目の予選からはさらにタイムを縮めることはできるのだろうか。LCR 本題で三津中上隆、明、プラクティス、20番手、大変な1日でした。リアのグリップ不足でまだ苦戦中です。ただ、 昨年に比べてラップタイムは向上しましたが、それだけでは十分ではありません。タイヤが重要な役割を果たすため、今日は日曜に向けて主にレースペースに取り組みました。